みのりさん、こんにちは。こんにちは。今日本当にありがとうございました。とんでもございまた今日はフェリーみたいな感じになってますね。私から見て、なんか本当ですか？花畑から出てきそう。Thank you. みのりさんは白塗りを始まったきっかけは何でした？始めたきっかけは、友人が白塗りをされていて、その方はコスプレでされてらっしゃったんですけど、それでやってみないって誘われたのが一番最初のきっかけで、それ何年ぐらい前の話ですか？それは5年くらい前あ、そう、5年しかやってないのに、今これぐらいのレベルまいで。えいえ、とんでもございません。自分の世界、これを作るために、頭の中、心の中の自分の世界があると思いますけれども、その世界はどのように想像していいですか？私の場合はそのすごい田舎に生まれたので、生まれた頃から自然がすごくいっぱいあったんですね。でその自然が私は大好きで、そのモチーフを多分自然の花とか葉っぱの葉脈だとかからインスピレーションを受けて、でそこから色使いとかも自分の中に落としてます。実際の葉っぱもよく使ってますね。ですか？そうです、使って桜まのす。葉っぱと使か。ってます、使ってます。そう、初めて見た時には紙かなんかで作ったものかなと思いましたけど、実際のものそとう分でかっすたね。時に本当に感動しましあた。ありがとうございます。それから自分の作品作りもいっぱいしますけれども、その作品作りのプロセスに対してもちょっと教えてください。まず衣装に関しては全て自分で作るようにしていて、で色とかも自分で染めたりします。でこの紙とか、あと服のデザインとかも全部自分で考えて、カメラマンだけ他の方に頼むっていう形で、カメラの前に立つ自分は全部自分で作って、その場所はどうやって見つけます場か？所はロケハンして地道に探しに来ます。インターネットで調べて、どこに何々があるとかそういうのを調べて、それは自分でカそうメでラす、マンと一緒。自分が中心ですね。なるほど。それすごい時間かかるでしょ すごい時間と、お金が かかります。う。 じゃあ一つの場所を見つけるためは時間は大体どれぐらいかかりますか？どうかな。でも1日を使っていくつか候補を回っていくという感じなので、でまあ一番最初で見つかればここってもう決めちゃって、あとは帰るみたいああ、なるほど。な。今日もちょっとそういう写真持ってきましたよ持っね。てきましそた。れをちょっとこの辺に。OK。これはどこでとか、どういう雰囲気で、これは奥多摩奥多で、摩。水の作品なんですけど、で、テーマは水。ウォーター Water。ー。じゃあ、Water、Earth とかそういう感じの作品とかも作ってると考えていいですか？たまたま今回は水。そうですね。白塗りと自然っていうのをテーマに、全体的なテーマにしていて、なので今回は自然の中の水というのを、白塗りは自分にとってはどういう意味ですか？これはファッションか、自分はそのままか、または自分に入りたい世界か、とか白塗りは。白塗りはファッションの時の白塗りとアートの時の白塗りっていうのが分けて考えてるんですけど、ファッションの時はもっと身近、自分に身近に、なんか楽しいとか結構楽しむためにファッションの一部としてやるっていうのもありますね。で、作品はもう、その作品全体の一部っていう感じですね。なんて言ったらいいでしょう。分かりました。今日ちょっと短い説明だったけれども、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。